はい、ではこちらで完成にしたいと思います。あ、ディテールはこんな感じになります。もうちょっとね、髪の毛描き込んでもよかったかなとは思うんですが、あ、こんな感じです。で、制作時間は2日間でだいたい6、7時間ぐらいだったと思います。早い人だとね、もっと早く完成できるかなとは思いますけど、まあ、あのこれ以上早く描こうと思って筆が荒れてもしょうがないので、僕はこのぐらいの制作時間で描いています。では最後に画材紹介したいと思います。では使った画材を紹介していきます。まずは紙ですね。紙はこちら、ウォーターフォード紙という水彩紙なんですけど、それの細めのブロックタイプで、サイズは F4 というサイズですね。こちらウォーターフォード、細めですね。続いてこちらが木炭ですね。まあ木炭鉛筆っていうのかな、チャコールペンシルっていう名前で売ってるんですけど、こちら、ゼネラルというメーカーのチャコールペンシルで、ですね、HB2B4B6B と4種類ラインナップがあるんですけど、今回それ全部フルに使って描きました。で、これはなんだっていうと、これガーゼなんですけど、あの油絵描いてる人はね、あのすぐ分かると思うんですが、木炭を描くときに、木炭をこうなじませたりぼかし込んだりとか、あと、まあ、ちょっと取ったりするのに使うガーゼなんですが、まあ、昔は食パンを使ったりもしてた時代もありましたし、今も使ってる人いるかもしれないんですけど、まあ、ガーゼであのこうちょっと取ったり、なじませたりっていうので、木炭側にはよく使われる素材っていうか道具なんですが、あの今回はこの木炭が染みついてるガーゼで、あの最初の荒っぽく描くところに、広い面積で塗るっていうのかな、そういうところに使いました。で、こちらがぼかし用に使った殺筆という商品ですね。まあ、これも鉛筆が描かれる人には一般的じゃないかなと思いますけども。続いてぼかしにですね、もう一つ道具使ってまして、これ筆ですね。油彩用の豚毛の筆でゴシゴシゴシってこすってですね、あの鉛筆の粉を奥にまで詰め込むという目的で、使用した、道具です。続いて消しゴムなんですけど、今回はね、この電動消しゴム、こういうやつですね、歯医者みたいな音してますけど、これとあとこの練り消し、まあ、こっちは一般的な、画材かなと思いますけど、電動消しゴムはあんまり使わない人は使わないですよね。で、これはね、あの100均ダイソーで買ったやつだと思うんですが、全然問題なく使えます。100均でも結構画材として代用できるものは使えるかなと思います。それで最後に鉛筆ですね。鉛筆は、2H から8B までだったかな、今回使用したのは、その幅で使いました。で、使用しているメーカーはステッドラーとハイユニ、三菱のハイユニという商品を使用しました。ではこれで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。